さあ、アサイバレットは狭間2連戦となります。さあ、まあ、昔は狭間使ってたプレイヤーなんで、ある程度あれなんでしょうけども、ワンピー側がアサイバレット、スーピー側がベンゾー花場です。 The wheel of fate is turning. Rebel 1無敵くん、さあ全部ちょくっている。さあこれは間に合わないですね、崖を見。さあ天空崖だ、これはズバッとして1位でかいからハッピーグローになる。でガガード、さあ6へ取った、 3C からキャッチャーして、これ2回目は通せませんよ。ジャバキ、あっ宇宙パンチだったか、今のは6人動かない。さあジャンピングボール、6ガードしている、6ガード。さあちょっと信じましたね、3回目は通るでしょみたいな、すごいガード率アサイバレット、さすが。これは1でかい、ジャコは危ない危ない、いろいろあって8で当たる。さあ勝さあ馬は先生ギリギリ倒しきりました。合唱ジャコで一方転じしたのは狭間。さあ 6B 対空から拾っていきます。ガチビー暴れ潰しになったか、大丈夫、ロケ使ってジャガイ、おお最後まで拾える。ジャガイ締めカードあれいいっすね、ジャガイ構え。さあダメージで降りてすぐジャガイ合唱、これがなかなかいいムーブ。さあ長い時間から、あーここでジャイオク出ないのかと、さあこれは一気に描いてワンチャンあるぞ、取った負けん帯。さあ頭逃げる、ここは時間を使います。さあ6人うまい、いやー今のはすごかったですね。さあジャガイが、ジャガイとノーマル合唱をうまく使っていって、ベンゾー花場が決勝進出。もう少し生きてますか。はい、準決勝第2試合、和田光博麺対ベンカル誠、お願いしたいと思います。さあ4人いたうち、4人いた狭間のうち1人は最後まで残りました。対するは博麺か誠かという、あざす。準決勝第2試合は和田光博麺対ベンガル誠となります。レベル1アクション、すげえ、おっと 2D に 6B が当たって、まずは誠、投げお互い釣られた感じ、釣られた、白線が釣られた、どうしてもう一回投げる。投げ、さあここは空対空が通していない。まあしかしコメット吹き飛ばし、コメットカウンターカードコンボがつながって、一本命中したのは誠。これはさすがにジャンピーが上から外してる。おわぁ転生になってないのか、どうし当たるのかいみたいな、先端ならスカリトーンですよね。ってことは当てある
今度はそうで白面のマイステップ投げちゃうんですよね。わかります。レベル3ファイアーラウンド、あれ俺やる側なんですよ。読み合っていこう、お互いに。さあこれは投げつかにレイスか。では締めませんか。3500 6ビ。おっとこれは立ち、しゃがみ立ち、立ちで疲れますね。誠出発する仕事ってやりづらいか。さあ椿はバックステップでバックはクーラゲ、ここは回せざるを得ない。クーラゲジャーシーカウンターうまい。さあ CA 使っていきます。白面強ヒール、あっとしゃがんでしまって、最後は6B勝利したのはワタッコ白面ということで、本日の決勝は弁蔵花畑ワタッコ白面となります。それでは、じゃんけんして始めてください。はい、 1P がワタッコ白面、 2P が弁蔵花畑です。さあ大会の後は、先ほど大会前に言ってましたけど、ご意分からせバトルの受付を行いたいと思いますね。希望の方は誰と誰といった感じで、こちらの方に言いに来ていただければと思います。さあそれでは、服が汚れちゃうじゃないですか。本日の15名のトーナメント大会決勝いきましょう。ワタッコ白面対弁蔵花畑。さあスコラン5オンでやられた恨みを晴らす時が来たぞ。これ6B にこれはメインじゃない、安定していきますね。一人でなかった感じもしたくもなかったな。さあ 2D を立ち火で蹴飛ばしてカウンターからしっかり取っていく。おーヘルコン減る予選。これからこれから驚きましたが、もう一回行くね。カウンターする前からしっかり拾って、これからこれからこぼれキャンプ。さあ円まで潜ってくる。立ち火から拾って、さあエンマを警戒しますね。やはりバックジャンプからバリ側見しているが、投げているのは白面側断鉄。これはさすがに死ぬ。一本選手したのは白面。レベル2アクション。よいしょ。怖い怖い。伸びる。いきなり驚きなし。ダメージの長いの。おお。危ない。さあ、フルマジ打ってますが、D ハセ打ってません。頭は。D ハセ。さあ、D ハセダメージ。さあスタイリッシュ移動からジャンプで画面端、なんと危ない。まああの方たちはノーリスクですからね。ジャンプ用に乗りに来て立ち絵を素振りしております。長い立ち絵打ちすぎた。ここでもしっかり入れていくのでかいですね。さあ4点減った、減る。あー 6B ラッキャン OD だが、ゲージ稼いで、これはどうだ、ノーマル版だ。わー素晴らしい、ぴったりフィニッシュ。ゲージ管理完璧でリベンジ達成でございます。半年ぶりぐらいの、はい、というわけで本日の、ごいちゃりブレイブルー週末大会優勝はワタコ白面です。皆さん拍手。その罪は必ず償ってもらうぞ。しっかりここは勝っていきました。おめでとうございます。じゃあワタコ社名を取らせてください。